玄界灘だ、すごい。ブレイドクロス、適度な張りとしなやかさを両立、飛距離と耐摩耗性もさらにアップ、高品質なくせにリーズナブル、弾丸ブレイドクロス by メジャークラフト。毎日が6曜日、今日もどこかで広瀬マンです。今回は福岡県の糸島を出戦して、平場&イカメタルもちょっとやるのかな、まあ、平場がメインの釣りになると思います。で平場はね、もう本当に落として巻くだけのシンプルなスタイルなんですけれども、いろいろね、あの手この手、その使う重さだとか、カラーだとか、でフックでネクタイ、いろいろね、こう試行錯誤していくっていう楽しみがある釣りです。でイカメタルの方はね、もう本当に、単純にちっちゃなあたりを取ってかけていくっていう釣りなんですけれども、まあ、平場メインで行くと思いますので、今日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、今日一緒に釣りをするお二人、はい、どうぞ。メジャークラフト川上です。意気込みを一言。今日はね、玄界灘、はい、でっかいやつ狙いますよ。でっかいタイ、タイイカ、はい、イカもタイも両方です。はい、はい、で、はい、サポートアングラーのアニオンです。よろしくお願いします。一言意気込みを。はい、今日大きいタイと大きいイカ釣れると。バリデカのやつ。バリデカで、はい、はい、そうですね、あの玄界灘夢ありますからね。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。出船前にね、ちょっと、平場のセッティングをしようかなと思います。で僕はこの、アシストフックホルダーにいろいろ入れてます。で標準針、大台針、ショート、まあ、針もね、レッドバックシリーズいろいろあります。でネクタイの方もいろんな種類あります。シングルカーリー、スリムカーリーとありますけれども、とりあえず大台針でやってみようかなと思います。で大台針に組み合わせるネクタイ、ストレート&カーリーっていうタイプのものでやってみますね。これとこれを組み合わせるんですけれども、ここの真ん中のボールをキュッと上げてやってください。そうするとここに隙間ができます。でここの隙間にピッと入れてもらうだけで、あとはこのボールを下に下ろせば完成です。はい、こんな感じのセッティング。ヘッド、カエの実の 200g で、こちらの穴からこのユニットを通してやってください。はい、でこの先端にリーダーを結んだら完成です。さあ、ポイントに到着しました。水深が86m、ロッドがソルパラ SPXJB702 の MTR/DTR。 着底しました。で巻く。今エンジンを切って風で流してますね。これがドテラ流しっていう釣り方ですね。お、食った。ヒット。ちょっと上の棚、20回ぐらい巻いたかな。ん？タイだとね、もっとバン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 って叩くんですけどね。でも基本はただ巻きするだけ。はい、ありがとうございます。青旗
こっちで青菜って言われてますね。いいかかり方してますね。2本ともがっちりかかってる。カエの実の 200g。 まあ、 今日もね、風割と強くって、潮が速かったり風が強かったり、深いところをやるんだったらやっぱりね、200とか250っていうちょっと重ためのものが必要になってきます。で、寝魚が多い時はね、やっぱりこの大台針、これがやっぱり使いやすいと思いますね。いいかかり方してますね。まずは寝魚、青旗からスタートです。いいサイズ。タイラバーも本当にね、そこまで沈めて巻き上げるっていうだけのアクションなんで、すごくシンプルなんですけどね。この巻く速さ、ゆっくりの方がいいのか速い方がいいのか、で巻き上げる回数で、ヘッドのカラー、ネクタイの形、ネクタイの色、本当にシンプルなんですけれども、奥が深い釣りなんですよ。あ、当たった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 。あ、本当に当たってる。おお、乗ったね。乗った。寝魚かな。結構重たい。重いね、はい、重量感はある。まあでも何が上がってくるかわからないのも魅力の一つですからね。ワクワク、ね、タイラバは。あ、え、いや、わかった。やったー。小さい。びっくりした。嬉しい。いやー、いきなりジャンボマハタ来ましたね。来ましたね。モンスターじゃないこれ。モンスター。うん。まあ、ある意味限界ならのポテンシャルを証明するような魚だと思いますよ。はい、ボトムついて巻いて5回目ぐらいでしたね。はい、まあまあ、マダイだったらもっと上の棚まで巻いても全然いいと思うけど、寝魚狙いだったら、まあ、5回10回ぐらいまででいいと思いますね。いや、僕も長いこと釣りしてるけど、はい、このサイズのマハタは初めて見た。本当ですか。うんうん、ちょっとびっくりした。いや、びっくりですね。びっくりね。でレッドバック 5G の610の M ね、一番硬い竿なんで、まあ、これぐらいのサイズの寝魚来ても全然大丈夫だし、ジャンボなマダイ来ても全然大丈夫です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。キジハタも結構釣れるよ。はい、来た来た。これもボトムの方やったわ。いいですね、限界灘は本当に当たりが多い。今日はね、これソルパラのタイラバモデル2ピースなんですよ。2ピースでもいい曲がりしてるもんね。あー、当たった。当たって、当たって、当たった、当たった、当たってる。結構上やったんだよ。いや、ボトムついてる。お、乗ったね。乗りました。ダブルヒット。おお、さあトリプル行きましょうか。はい今沈めてます。まだいい。大きい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 。空浮いてこいよ。おお、限界なだサイズ。うお、すごい。うはい、ありがとうございます。出ましたよ、この限界灘のモンスター大台。これです。これが限界灘のポテンシャルですね。いやー、いいサイズ。これね、いいかかり方してるでしょ。大台針、レッドバックカスタムフックの大台針で、ヘッド、カエの実の 200g。 ありがとうございます。見えてきた。おお、タイヤ。これも大きい。おお、これは綺麗なタイヤな。お願いします。ありがとうございます。やったー。あー、食べて美味しいサイズ。針はこれ何の針かな？大台？大台。大台針。ネクタイが強波動カーリーかな。はい。今日はこのセッティングがハマってるのかもしれないですね。大当たり。ね。さっきもケミケミカーリーに当たってましたね。ね、来てな、ね、やっぱつけとかんとダメですね。すごいですね。ねえ、寝魚からマダイまで今日は大活躍。
いやこのサイズ全然いいサイズ。めちゃくちゃ大きいですよね。めっちゃでかい。おめでとうございます。ありがとうございます。順調やな。はい。ね、やった。アジドー 5G。それはまるで指先の延長。優れた技術と新素材が抜群の感度と繊細な操作性を生み出す。アジドーでアジングの道を極めろ。バイメジャークラフト。アンニョンちゃんがオレンジ系つれたんで、うん、僕もカスタムネクタイのオレンジのゼブラで、スリムカーリーですね。スリムカーリー、はい、今日波動からスリムカーリー。そうです。ちょっとじゃあボリュームを落としたいね。落としてちょっと、とにかく1匹食うっていうセッティングですね。カスタムフックね。これは大台針。大台針は針が2本あります。で、2本針の下の方にケムケムカーリーをちょんと刺してやってください。はい、こんな感じ。乗ってくれ乗ってくれ乗ってくれ。あ、立ってる乗ってる。お、来た。けど軽いな軽いな。いやいやいや、レッドバック 5G もっと曲げてくれるはずよ、大台やったら。ロットは M？ これはね、ML ML ML なんで、もうノリ重視のちょっと柔らかめのセッティングなんですよ。とにかく当たったやつはもう全部かけてしまおうという。そうもうあのね、柔らかいんでネクタイに絡みついても違和感なくね、食いついてきてくれるんですよね。バラシも少なくなるしね。バラシも少ないです。そんな大きい玉はいらなかったな。お、あ、うっかり。ではこれはこれで美味しいよ。とりあえずすいません。はい、よろしく。新魚種。新魚種。やった、新魚種、うっかりカサゴ。これも僕もネクタイをオレンジに変えてすぐでしたね。セッティングを変えた途端やったね。変えた。やっぱりね、当たりが少ない時は絶対ネクタイとかカラーチェンジが必要ですね。帰ったに急に魚の反応が良くなるんで。今回のタイラバタックルなんですけれども、レッドバックの 5G で、まあ、私は、ね、ソルパラを使ってましたけれども、川上さんとアンニョンちゃんはレッドバックの 5G という、ね、タイラバ専用ロッドを使用してます。で、 610M と 610ML とあります。でもっと柔らかいモデルもあるんですけれども、ちょっとね、重ためのタイラバを使う時だったらミディアムライトもしくはミディアムがおすすめですね。で、 P ラインは、まあ、0.85 を基準にしてもらったらいいと思います。で、リーダーは、まあ、4号から5号でいいと思いますので、ぜひぜひ弾丸ブレードもしくは弾丸ブレードクロスの08、これを巻いてタイラバ楽しんでください。当たった。常に誰かが当たってるね。すごい。すごい。引き出したよ。急に暴れ出した。あら、急に頑張りました。魚かかったんちゃう？青もんや。あれ？最初引かんかったのに。やったー。まさかの青もん。こっちも来た。はい、僕はボトムから巻いて5メーターぐらいかな。はい、軽い当たりが来たと思ったら赤いんじゃなくて青いのが来ました。ヤズですね。で、僕もあの針ね、リアの一番長いところにケムケムカーリーをセットしてます。ケムケムカーリーを丸飲みしてきたん青もんですね。お、見えてきた。なんだなんだ。お、マダイ。あ、マダイ。マダイいいね、赤いのいいね。いや、ありがとうございます。ケムケムカーリー様様です。はい、限界灘すごい。じゃあ登り直します。はい。あ、回収中に引っ越した。あ、当たった。回収に行った。伸びに走って登り直した。これは回収ヒットは青もんちゃうかな。
見えてきた。あもう。お、やった。塩。はい、ありがとうございます。いやー、なんか釣れるたんびに違う魚が上がってくる。本当に平場で釣れるいろんな魚大全集ですね。で、これは回収ヒットでしたね。だから早巻きするとこうやって青物が釣れる可能性が高まりますね。ボトムの方だと目魚、回収ヒットで練り子でした。刺身にしたらうまいよ。に、なんだこれは。嬉しいなぁ。叩いてるね。叩いてる叩いてる。レッドバック 5G は感度が抜群にいいんで、このね、ネクタイにじゃれつくあたりが感じ取れるんですよ。見てきたよ。でかそうやな。なかなかいいサイズ。やった。ようやくオープニングで言った限界などのいいマダイに出会えるか。おー、おー、でかい。やったやったねー。限界なだの昆布とこのお腹お、すごいわ。結構ね、あ、これメスかな。ねえ、メスっぽいね。ねえ、うん、すんげえ卵入ってそうな。この口すごいですね。口やばいね、これ、ね、すごいよこれ。凶暴、うん、それはあれやね、一言一飲みで言ったら一気に切られますよ、ね、切られるね。で、僕カスタムフックの大台使ってるんですけど、大台のこのね、Bライン、うん、普通の標準に比べて長いんですよ。あ、なんで一飲みにされても、まあ、P 直接リーダーまで食い込まないようにやってるんですね、うんうんうん、だから大きい対応するならば、うん、自体の大台仕様、はいはい、使ってほしいですね。で、ヘッドが、ヘッドバック替え飲みの 200g 使います。今まで160まででしたもんね、はい、そうですね。この春ようやく200、250が出たんで、はい、まあ、ようやく限界などのこの大台で戦えるから、そうやね、っていうね、ラインナップになりました。すごい、すごい、してる、うん、これナイスコンディション、ありがとうございます。嬉しいな、これが釣れると。すぐ釣る、すぐ釣るな。もうこれもいいサイズの鯛ですね。さっきより重いかも。重い、はい、おー、おー、ドラマ出る。お願いします。おー、でっかい、綺麗、これは綺麗。よっしゃー、おめでとうございます。ありがとうございます。どんな感じの当たりでした？ボトムついてちょっと巻いたところで少し糸が重くなったので、うん、そこで少し緩く、あの、ゆっくり巻いてたら当たりました。違和感を感じて、はい、これもコンディション抜群のメスですね。大きいですね、楽しい。釣れるマダイが全部でかい。じゃあもう一回付け直します。ちょっとパラフィンが使えるか。あ、来た。おぉ、でかい。船長の回収します。あれがヒットのポイントじゃん。ヒットの合図。いやー、楽しいな。これもタイやったらでかいよこれね。うん、レッドバック 5G、 これ610の ML ですけどね、まあ、しっかりベリーまで曲がって、で、このサイズでもバットが残ってるんで、まだまだ余裕のハイトありますね。おー、引くな。おー、なんでここで引く。はい、またでかい。これもでかい。7いったね、これも。これも70いったな。はいはい、連発してでかいの来た。嬉しいっすね。これも、はい、同じタックルですね。替えのみ 200g ですね。と、あとは大台のカスタムフック、そしてスリムカーリーのネクタイに、もちろん、はい、がっぷりってますね。ケムケムカーリー、赤のラメ入りを使ってます。もう今日ずっとこれは僕の今のヒットパターンで、こればっかりやってます。あ、来た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 。どれぐらい思ったらボトム、いや、結構上げてました。上げた、叩いてる。
お、見えた。お、見えてきた。お、レンコ。レンコ。お、魚種が増えた。新魚種。はい、ありがとうございます。キムキムカーリー、オレンジに変えたら降ってきた。降ってきました。当たりました。今日はいい仕事してくれるね。新魚種、レンコダイ。ちょうど食べ頃サイズのレンコダイ。はい、美味しそう。ちょっと移動します。メタルに行きましょう。はい、ありがとうございました。アングラーの理想を形に、ショアジギングのベストアンサー、ジグパラ。抜群のキャストフィールと圧倒的な飛距離を実現、あらゆるアクションに対応。ジグパラに死角なし。 by メジャークラフト。86m、 まあやっていきますね。で、夜の場合はね、いろんなレンジをやる必要があるんですけれども、デイイカメタル、日中はもうボトムべったり、そこから 2m ぐらいまでの範囲内を探ってください。着底したらちょっとだけ浮かしてシェイクさせてポーズ。来た。お、来た。ボトムべったり。ボトムべったり、うん、お、来た。来た。ダブル、ダブルヒット。これちょっといいサイズやね。いいサイズ、ね、よう曲がってる、うん、おー、トリプルヒット。トリプル、なんと景気のいい。太陽真上やで。で、ずっとね、もうあのポンピングとかせずに一定のテンションで巻き続ける。お、いきなりでかい。おお、いきなりでかいな。これでっかいの来た。よいしょ。でかでかいでかい。お、いたいた。オッケー。よいしょ。よっしゃ、オッケー。これバリデカって言っていいんじゃないですか。バリデカですね。バリデカ、久しぶりに見えた。バリデカ。今年もすごいね、うん、やっぱりデイイカメタル。そうですね、うん、デイでこのサイズが釣れるって、しかも3連チャン。ねえ、ねえ、さすが。すごい、まあ、このカラーもね、あの今年の新色ですよね。そうですね、ねえ、僕はパープルのピンクですね。ねえ、あ、私もパープルのピンクです。まあ、パープル系割と定番カラーですもんね。ですね、はい、もうデイはやっぱり欠かせない、まあ、ないと思うけどね、パープルですね。絶好調です。もういっぱい目から準備してる。アーヌちゃんが使っている竿が、はい、ビッグアイカメタルスティックっていう、ちょっとなかなかイカしたイカれてる竿だと思うんですけれども、まあ今ね、インスタグラムのキャンペーン開始中です。ノリノリ祭りっていうんですけれども、そちらの方で手に入れるチャンスがありますんで、非売品なんで、ぜひぜひチェックしてみてください。10名しかもらえませんからね、この世の中で10名だけの非売品ロットです。はい、皆さん、インスタグラムのノリノリ祭り応募してください。当たってる。当たってるな。当たってる。イカおるよ今。イカの群れに当たったら当たりが出る。お、来た来た。こんな感じ。今イカの群れに入りましたよ。お、来た。来ました。ダブルヒット。トリプルヒット。、ね、言う通り、ね、言う通り。イカの群れに入ったら連鎖、前から順番に、順番にワン、ツー、スリー。同じ層をやってるとその群れでみんな当たりますね。日中はボトムべったり。あ、見えてきた。あ、下についてるわ。おお、ってことはほんまのボトムやな。足一本。怖い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 。隅も怖いが逃げるのも怖い。よいしょー。イカの引きがたまんない。あ、次上。お、上。よいしょ。二人は上のドロッパーの方に来てますね。そうですね、はい、ビッグアイスってのですね。ビッグアイスって、エギスってかな。で、こっちはビッグアイのエギスってですね、うん、まあ、エギスっての方があの波がある時とか安定するんで、うん、ただベタ投げやったらそっちのビッグアイスってですね、ちょっと波があるんだったらこっちのエギスってでやってもらうといい調和が出ると思います、うんうん、どっちも新色やね。そうですね、僕はパープルピンク ね、まあ、大好きパープル。と、
グリーンブリですね。うん、僕はこれ下の TG ステン。で TG っていうのはタングステンの意味ですね。まあ、タングステンじゃないと当たってこない時もあるんで、ぜひぜひタングステンも用意しておいてください。来たー。お、乗った。来ました。おー、来た。おー、乗った。おー、来た。あー、楽しい。乗りやすくなると。来ました。おー、よいしょ。えい。乗った。乗った。お、来た。お、乗った。どんな感じでした？ちょっとふわーってゆっくり上げた感じ。あ、やっぱ無理だ。アンニョンが群れを止めてくれたんで。群れを止めてくれた。やっぱり一人釣れると群れがいてるね。よいしょ。よいしょ。おお。あ、さっきよりいいサイズ。トリプルヒット。はい、トリプルヒット。一人がかけるとね、連鎖していきます、ね。全員連鎖でしたね。はい。で、今回使ってる共通点一緒ですね。お？スカラーがね、うん、ヘッドがパープル。パープル系。はい、パープル系にスコーブル今日は反応がいいですね。うん。トリプルヒットに始まり、トリプルヒットに終わる。はい、お疲れ様でした。タイラバと、ね、イカメタルの二刀流でしたけれども、まあ、どっちも絶好調ですね。で、まあ、タイラバの方はね、マダイだけじゃなくてもういろんな魚が狙えます。青物も釣れるし、根魚も釣れるし、その他いろいろ美味しい魚がね、お土産確保できますね。で、まあ、一年中ね、タイラバは楽しめますけれども、イカメタルの方はね、もうイカの群れがいつ、去るかわからないので、早めにね、調校してもらうといいと思います。で、今回はデイゲームでしたけれども、ナイトゲームにね、メインがなっていくっていう可能性もありますので、デイの釣りかナイトの釣りか、このあたりはね、また竜王の船長と相談してみてください。まあ、二刀流で楽しむもよし、タイラバ1本、イカメタル1本、これもいいと思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。お疲れ様でした。誘導式タイラバの決定版、タイのみ。低重心ヘッドで素早くフォール。ネクタイのみで勝負の低活性対策。ショートバイトも乗せてしまう早掛けセッティング。タイのみならず、なんでもござれの万能タイラバ。タイのみ。バイメジャークラフト。